はい、ドカティモンスター400ですね、になります。カラーはこちらは自家塗装によるものですね。前のオーナーさん熱心なホワイトベースファンの方でどうもありがとうございます。はい、買い取らせていただいております。はい、ステッカーそのままにしておきました。はい、それなんでかというとうちのステッカーだからですね。はい、はい、でマフラーがモトコルサーのこれ、まあ、かなりこう凶悪な音が出るですね、半ば直感みたいなマフラー入ってます。純正マフラーついてますので、もしですね車検とうるさい等の方はですね変えてください。とりあえずエンジンかけてみましょう。チョーク、この通りですね、非常にかかりがいいです。はい、エンジンのかかりも良くですね、音すごいですね。音声聞こえますか、僕の音。ちなみに今コールドですけど、さっき吹き上がるときにブーブーパパン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 って言ってたじゃないですか。あれ片肺なんですよ。で、たまにそのもう片っぽの火が入って、で、トルクがあるエンジンなんで引っ張ってって、で両方とも火が入り出すと今みたいにブーンってなるんですね。でこれが暖気が終わるとそのパンパンがなくなって、普通にいいですね、吹き上がるようになるんですけど、まあ片肺でも吹き上がっちゃうんですけど、今無負荷状態なので。ちなみにドカティだとかなりこれはエンジンのかかりはいい方です。はい、今のドカティの話じゃないですよ、これも空冷のキャブ車なんで、結構その直ギリギリに引っ張っててですね、かなり暖気するみたいなエンジンのかけ方っていうのは結構当たり前であるんですよ。でそれが割とすんなりかかってるってことはですね、エンジン状態的には悪くないです。はい、と思います。はい、でこれ400です。はい、で昔ね、なんだっけ、700か900か忘れたんですけども、このドカティの中での400っていうのは日本向けなんですね。でもともとその大型クラスのものを、スケールダウンしてるだけなんですよ。だからシリンダーとピストン以外はみんな同じっていうものなんですね、らしいんですね。だから7半スポルトって言ったかな、かなんかのシリンダーがそのままポン付けできて、見た目そのまんまで、なんかエンジンだけエンジンも全く問題なく7半等になったモンスターが存在するらしいです。はい、僕はやったことないですよっていうのができるよっていうのはですね、なんか昔ねこれが売れてた頃にですね聞いたことがあります。はい、でごめんなさい、前のオーナーさんには本当に申し訳ないんですけども、今回このドカティはですね、うちの方で直して売ろうかと思ったんですけども、残念ながらちょっと現状という状態で出させていただきたいと思います。現状というのは今ある状態でうちの方で手を入れない、整備しませんよという条件で、安くお渡しするというものです。ちなみに走ります。はい、で前野さんも走ってらっしゃいました。じゃあなんでちょっと現状にせざるを得ないのかなって言うとですね、部品の問題があります。うち国産メインの取引なんで、ドカティの部品はですねネットで頼むしかないんですね。まああることはあるんですよ、取れることは取れるんですけども、
今一つですね、その確実性がないというのと、割とその中古だより中古部品集めだよりで直すっていうですね、ことになってしまいがちなので、ちょっとそれだとうちの基準から外れてしまうので、苦渋の思いで現状という形で出させていただきます。で、一応外してですね、あちこち見てみました。でその中で分かる範囲なんですけども、直した方がいいポイントを列挙していこうと思います。はい、まずフロントフォーク若干にじんでます。はい、まあ、このまま乗っちゃうっていう人もいるかもしれないんですけども、倒立なのでダメになりだすとですね、出てくるのが早いです。なのでできればオーバーホールした方がいいかなというのと、あとタンク、はい、これタンクかなり手が入ってますね。僕の気が確かならなんだですね、400のドカティのタンクって、タンクの下にですねフュエルコックがついてたような気がするんですよ。でメインの方のと予備タンの方が刺さってて、で切り替えたんじゃないのかなと思うんですけども、これメインのホースの方が潰してあって、で予備タンのですねホースの方がですねタンクの根元 そのタンク側の方ですねにニプルを加工してつけてあって、そこからですねフュエルコックなしで、落下重力落下で方式で、直でキャブレターに入っているような感じです。だから燃料コックをオフにできない、はい、であとタンク側の方の加工がですね若干ちょっと粗いので、まあ、そこからちょっと漏る可能性もあります、はい、だから結論から言うとタンク変えないと不安だし、オイルじゃないのガソリンがにじんできます、はい、でタンクが新品で取れません。で中古を探すことになります。で一応ヤフオクで中古見てみたんですけども、大体まあ物によりけりですけど使えそうだなっていうので、3万から5万ぐらいの範囲で、売っていました。はい、で、それがそれとそれこれとおとあとタイミングベルトのカバーですねの上の方が少しこう亀裂が入ってきちゃってます。中身が見えるほどじゃないんですけど、まあ、熱による変形だと思うんですけども、まあ、そこも、まあ、パテ埋めするか、まあ、変えた方がよろしいかなというような感じですね。であとはまあそれに伴う配線の加工等がありますので、それともタンクのその加工ですね、に伴う配線の加工等がありますの でそのあたりをですねちゃんと戻せるようにできるかなというようなところが あります、はい、とりあえずそのぐらいですね。まあ、そこを直せばとりあえずその走行にあたってはですね、走ってくれるかなと。電圧はアイドリング状態で 13.6 出てます、はい、ヘッドライトがついた状態ですね。だから充電系的には問題はないと思います。もちろん火花は前後飛んでますね。で先ほどもお見せしたようにエンジンそのものちゃんとかかりますので、コンプレッションとはきちんと出てると思います。はい、乗って試したわけじゃないですので、こう乗らない状態で見る中で、まあ、このぐらいかなっていう判断になりますので、あくまで参考程度に聞いておいてください、はい、という感じです。だから悩んだんですね、外装とタンクをとかを全部うちの方でですね、まあ、中古になっちゃうんですけども探してきて取っ替えて、それなりの値段で出そうかなと思ったんですけども、正直 それを変えて出しても変えずに出してもですね、まあちょっとリザヤが変わらないので、だとしたら手間分マイナスになってしまうんですね。なのでこれはそんなに難しいバイクじゃないんで、まあ自分結構ねドカッティ乗りの人とか乗りたいっていう人は割と自分で何とかしようかなって、考える方も多いので、このまま出してみようという結論に至りました、はい、です。あとこうタンクのところのこのバックルですね、バックルもちゃんと引っかかんなくなっちゃってます、はい、これですね、ちょっと割れちゃってますね。まあタンク買えばこれも一緒についてると思いますので、それをセットで変えてください。はい、というわけで純正マフラー付きです。はい、ドカティのモンスター400ですね。
昔はね、僕400の免許しかない400乗りの頃はかなり憧れたバイクです。乗ってる姿がね、やっぱかっこいいんですよ。ただね、ご縁はなかったんですけども、はい、僕みたいにですね、昔の僕みたいにそのドカティそのものに憧れてる方いらっしゃると思うんですけども、ちゃんとですね、正規のその正規代理店で正規のものを買うとむちゃくちゃ高いんで、まあ、これドカティとは何かというのを勉強する意味でも、これをですね、まあ、おもちゃとしてですね入れてみるのもいいんじゃないかなと思います。乗って帰れません。積載車等でいらっしゃってください。積載車で積んで帰るか押して帰るか、陸送業者をご利用、いただければ幸いです。はい、というわけでドカティモンスター400ですね、いかがでございましょうか。はい、よろしくお願いいたします。